スターダストはニール・ゲーマンのファンタジー小説、及びそれを原作とした映画。1998年出版。ゲーマンの初めての単独での著書である。日本では2007年に角川文庫より出版。ビクトリア朝時代のイギリス、ロンドンから馬車で一晩かかる距離にある村ウォール。村の東には村の名の由来になる高い壁がどこまでも続いており、 その向こう側に入ることは普段禁じられている。9年に一度、その金が解かれ壁の向こう側で死が開かれる日が近づくと、あらゆる人種の人々が死を目当てに遠くから村に集まってくる。その死では、不思議や脅威といったものが売られており、煙くじゃらで言葉を話す生き物や魔法使いが店を開いている。ウォール村は魔法の国、妖精国と壁を隔てているのであった。 ウォール村で生まれ育ったダンスタンは死で不思議な女性と出会い一晩を共にする。後に幼馴染みと結婚するがしばらくの後トリストランソーンと名付けられた赤ん坊が壁の向こう側から送られてくる。成長したトリストランは理由もわからないまま母に愛されず妹にいじめられ壁向こうの死にも行けずに寂しい少年時代を過ごしていた。 村一番の美少女ビクトリアに片思いをするトリストランはある日二人でピクニックをしている時に見た流れ星を取ってきたら結婚するとビクトリアに約束し妖精国へと旅に出る一方妖精国にある国の一つストームホールド国では元王が死の淵に瀕していた七人の息子たちのうち生きている三人と死んだ四人の王子たちを集めて ストームホールドの力と呼ばれるトパーズを手にした者が次の国王,王となるといい、宝石を空高く投げた。宝石は星のように輝いた後、流れ星として落ちる。ストームホールド国の王たちは代々兄弟たちで殺し合って地位を手に入れており、まだ生き残っている王子たちはトパーズをいち早く手にするために作望を巡らす。妖精国のとある森には三姉妹の魔女が住んでいた。 彼女らは流れ星を捕まえてその輝く心臓を食べ、美貌と寿命を流らえている魔女の女王リリムであった。もう何百年も前にすっかり年を生きてしまった彼女たちは流れ星が落ちたのを見て最も年長のリリムがわずかに残った星の心臓を食べて魔法の力を取り戻し流れ星の捕獲に向かった。彼らが見ていた流れ星が落ちた地点にあたる森。そこには 美しい金髪の青い絹の服をまとった女性が倒れていた。ポケットにトパーズを入れて、トリストランソーン主人公。本人は知らずに育っているが人間と妖精の血を受け継いでいる。ビクトリアのために落ちた星を取りに行く。誠実だが馬鹿正直な性格のさえない青年。イボの妹がいる。イベイン落ちた流れ星。余いの明星その人。嬉しいと体が輝いてしまう。 養成国では、星は人間のような肉体を持って生きており、トリストランが彼女の一部を壁の向こう側の人間界に持ち込むと星くず、灰のような砂となる。母親ツキトリストラン、ストームホールド王子たち、リリムにそれぞれ求められる。ダンスタンソーントリストランの父、青年時代に恋人デイジーにプレゼントを贈るためしに行くが、 魔女の奴隷として働くレディウーナに心を奪われ、一晩を共にした。その後デイジーと結婚。壁向こうに旅に出るトリストランにガラス製のスノードロップを渡す。デイジーダンスタンの妻。トリストランが生まれた後にダンスタンとの間に娘を設けている。トリストランの育ての義母だが、青年時代のダンスタンと不倫相手のレディウーナとの間に生まれた。 不定のトリストランに嫉妬し愛情を注がず、実の娘と共に八つ当たりする。映画版では、娘と共に登場していない。ビクトリア・フォレスター村一番の美貌を誇る少女。高慢な性格で、トリストランに対して、冷たく当たる。ストームホールドを読め行くばくもない81代、ストームホールド国王。彼の持つトパーズのペンダント。 ストームホールドの力が王位継承者の証。四人いた兄弟を決闘で倒して王位についた。王子王位継承権をめぐって争う、ストームホールド国王の王子たち。死んだ王子たちは、兄弟のうち誰かが王位につくまで幽霊として彼らに寄り添う。レデューなマダムセミリの下で奴隷として働く女性。猫の耳を持っている。普段は、国際式の鳥の姿で、 檻の中にいる。どちらの姿の時も決して外せない魔法の銀の鎖で繋がれている。トリストランの母、マダムセミリ、ドブミズの猿リリムの一派に属する魔女。リリムに真実しか言えなくなる薬を盛り流れ星の行方を知ろうとするが、魔女の誓いを破ったこととリリムの怒りを買い流れ星を、いかなる方法でも知覚できない魔法をかけられてしまう。リリム魔女の女王である三姉妹。 大昔に名前を失ってしまったため全員がリリムと呼ばれている。以前は魔女の王国に君臨する美しい女王たちであったが、国は海の底に沈んでしまった。落ちた星によって命と美貌を流れる。残していた星の心臓を食べた長女のリリムは若くて、美しい昔の姿に戻るが、魔法を使うたびに徐々に元の姿に戻っていってしまう。 イギリス・アメリカ合作で映画化。アメリカでは2007年8月10日に、日本では10月27日に公開。上映時間128分。マシュー・ボーン監督発のメジャースタジオ配給作品。カッコ内は日本語吹き替え原作での名前は、トリストラン。原作では、異種族との間に子供は産ませない設定。原作では、逃れているがラミアに捕まってしまう。原作では、 リリムの一人、原作ではなかったセプティマスとリスタントの戦闘シーンがある。またシマイたちと連絡を取るための指輪をしている。オリジナルキャラクター、原作のジョハネス・アルベリックにあたる。空飛ぶ海賊船キャスパータイン号の船長。狡猾で残虐と知られるが本当は心を優しく人間界のイギリスに憧れを抱いている。名前は、 本名ではなくウィリアム・シェイクスピアにあやかったもの。雷を捕まえて売りさばいている。原作では終盤で婚約していることが明らかになるが、映画では最初から婚約者がいる設定。原作では着込んだが映画ではトリスタン以外の家族はいない。旅に出るトリスタンに母の秘密を話している。オリジナルキャラクター。盗品コバイを制御とし、キャプテン・シェイクスピアは常連。 彼が残すストームホールドの力は原作ではトパーズだが映画では赤いルビーになっている原作では初登場時にすでに死亡しているが映画では序盤登場しセプティマスに殺される原作と死因が異なる原作と死因が異なるまたルビーを持つのがイベインであること流れ星の心臓を食べると寿命が延びることを知っている以上王子たちは 死ぬと死亡時の姿で生き残っている王子の側に亡霊として現れる。少女に知覚されることはなく、コメディリリーフとしての役割が強い。原作では、セプティマスの死亡で全員消滅するが、映画では、新たな王が決まるまで抱えに留まらなければならなく、なっている。原作では、誇り高く上下関係を重んじる厳しい性格で、あるが、映画では、そのような面は見られない。 また原作では、国際式の鳥に変身するが、映画では、普段身につけている青いドレスと同じ青い鳥になる。またサルトの奴隷契約の終了方法が違う。原作のリリムの二人にあたる。モルモが、次女、エンピューザが三女。原作のように、マダムセミリとは呼ばれない。オリジナルキャラクター。原作では、門番は、村の男性たちの持ち回り性。 オリジナルキャラクター。ビクトリアの婚約者。原作のブレビズにあたる。宿屋の一件で原作では死亡するが映画では生存。セプティマスに同行する。イカゼミンオリジナルキャラクター。制作に至るまで、編集1998年から1999年の1年間。原作は、ミラマックスが映画化権を所有していた。ニール・ゲーマンによると映画は、 不満足なまま終了に至ったとされ、彼は権利を取り戻すことになる。結局再び映画化についての話し合いが、ゲーマンと映画監督、テリー・ギリアムとマシュー・ボーンの三者で行われることになった。ギリアムがブラザーズ・グリムの制作に入るため外れ、ボーンもレイヤーケーキの監督になり話し合いは一旦途切れる。2005年1月に、X、メン、 ファイナルディシジョンの監督を引き受けるのを断ったボーンとゲーマンの話し合いは再開され、2005年1月にボーンが映画化権を取得する。2005年10月、パラマウントピクチャーズとの交渉の結果最終的に7000万ドルの制作費が与えられることになった。脚本、編集脚本はマシュー・ボーンと脚本家、ジェーン・ゴールドマンの二人によって書かれた。 原作から映画に対してどんなインスピレーションを受けたのかを尋ねられ、ボーンはプリンセスブライドストーリーとミッドナイトランを足したような感じにしたいと答えている。原作からの移行の難しさの一つが内容がセックスと暴力を含んだ大人のおとぎ話であったことである。変更の結果ウィットに富んだユーモアの要素を増やし、ニール・ゲーマンからも好意的に受け止められた。 ゲーマンは観客が映画を原作の忠実な実写版であり、そしてそれに失敗したのだと思ってみることを望んでいなかった。原作のオーディオブック版が10時間以上の作品となってしまったことを踏まえ、小説の映画化というのは圧縮されて当然であり、現在に使える特殊効果技術までで考えなければいけないをゲーマンは思い知ったという。ボーンとゴールドマンは古い魔術書から リリムたちの名前を選びつけている。キャスティング、編集2006年3月、スタジオは、ロバート・デ・ニーロ、ミシェル・ファイファー、クレア・デインズ、チャーリー・コックス、シエナ・ミラーを起用。制作は、イギリスとアイスランドで始まり、ほとんどの撮影を、イギリス国内で行った。デインズ、コックス、ファイファーの3人は、マシュボーン監督自身が配役した。またボーンは、 キャプテンシェイクスピアをデニーロもしくはジャック・ニコルソンに演じてもらいたいと考えていた。スティーブン・フライも候補に上がっていたが、最終的にデニーロが演じることになった。イベイン役には、サラミシェル・ゲラーも候補として上がっていたが、オット・フレディ・プリンゼ・ジュニアと過ごす時間を増やしたいという、本人の希望により出演は叶なわなかった。クインタスは当初コメディアンのノエル・フィールディングが演じて、 いたが、健康上の理由により、アダム・バク・ストンに変更されている。またサルム当初は、ビリー・ホワイトローが演じていたが、初日撮影日にメラニー・ヒルに変更されている。撮影、編集スコットランドのスカイ島2006年4月半ば、ロンドンのパインウッドスタジオで撮影は始まった。ロケーション撮影は、スコットランドコーチのウェスター・ロスで開始し、すぐにスカイ島に移った。 アイスランドでの撮影も行われた。ハートフォードシャーのビジネススクールやバッキンガムシャーの学校でも行われ、イギリス空軍所有のオックスフォードシャーのビスター飛行場は乗馬シーンに必要な広いスペースがあったため使用された。ノリッチのエルムヒルでも撮影が行われた。この地域は、チューダー様式と11世紀風の古めかしい建物が残り、その一角を ストームホールド国の街並みとして使用した。ブリトンズ・アームズ・ティハウスは、逆殺王子の宿という名の宿屋として、外装も内装も新しくされ、建物の所有者がそれを気に入って、地方自治体に保存を求めたが却下されている。工業収入、編集北米2540巻で封切られ、公開初週末に916万9779ドルを稼いだ。 全世界合計の興行収入は1億3555万3769ドル。批評、編集好意的な批評が多く見られる。メタクレッティックでは33の批評のうち66%が、ト2008年2月20日に DVD が発売。特典として、メイキング・オブ・スター・ダスト削除シーン NG 集劇場用予告編を収録。 2010年9月7日にアメリカとカナダでブルーレイ版が発売されたが日本版は未発売。アイラン・エシュケリーによるサウンドトラックが2007年9月11日に発売された。ただしエンディング曲であるイングランドのボーイバンドテイク・ザットのルール・ザ・ワールドは未収録である。映画ありがとうございます。